毎度ネギ前です。はい、というわけで今回は少し出遅れてしまったんですけど、こちらキャンメイクから新しく出たオイルリップ、全色で3色あるんですけど、こちらやっと揃いました。なので今回もこちらをレビューしていきたいと思います。で、今回私は赤リップを使って検証していきたいと思います。これはね、すごい安いから皆さんも手に入りやすいジフレの口紅549番、こちらをベースに使って比べていきます。こちらまず3色カラーから紹介していきます。フルーティーピュアオイルリップの01番、ラメの入っていない赤色ピンクっぽいカラーのリップです。そしてこちらが02番で黄色っぽいカラーのリップになってて、ゴールドのラメが入っています。そして最後03番がホワイトっぽいクリアのカラーのリップになってます。これには5色のラメが入ってるみたいで、すごいキラキラしてます。じゃあ一旦まず3色手の甲に塗ってみます。これすごい楽しみだったんですよ。これはすぐ見つけれたけど、ホワイトがなんか売り切れてるところが多かったです。意外と薄め。まずこれが01番のピンクっぽいカラー。あれ、思ってるより全然薄いかも、ほんのりピンクっていう感じ。じゃあ次これ02番の黄色のカラー、ほとんど色が出ないかな。こう両方比べてみたら黄色さはあるけど、伝わるかな。でもね、ラメが入ってるから光とかに当たるとキラキラしてる。最後3色目ホワイトのカラー、これには5色のラメが入ってます。まあもちろんクリアタイプなので色はなくて、わ、すごい細か。黄色はゴールドだけなんですけど、こっちは5色入ってるからすごい細かい。伝わりづらいな。やっぱりオイルティントなので、こうやってティッシュにのせるとすごい、このわかるかな、このオイル感めっちゃ潤いを与えてくれてる感じがします。じゃあこちらジフレの549番のカラーにのせていきたいと思います。こちら単色で塗るとこんな感じです。じゃあ01番から順番につけていきます。このチップがすごいね、細いから描きやすいんですよ、唇が薄い人。ちょっと塗った後のもので汚くて申し訳ないんですけど、赤リップの上に重ねていくとブラシにはこれぐらいリップがつきます。まあ、赤なんで一応このまま入れてもそこまで変わりはしないと思うけど、しっかりと拭き取るべきだと思います。一回ティッシュオフするとしっかりと取れました。お次に02番の黄色のカラーを塗っていきます。黄色にもやっぱりこれぐらいついちゃいました。黄色はもう完全に色が違うのでしっかりとオフしてください。そしたら最後に03番の5色のラメが入ったホワイトのリップを塗っていきます。やっぱりクリアだとすごいね、赤リップが目立っちゃいます。まあでもティッシュオフでしっかりと取れました。これで色が混ざる心配もない。はい、ということで3色付け比べてみました。正直手に塗った感じの色で伝わる通り、こう見るとしっかり色があるけど、単色で塗ってみると色はついてるものの、そんなに黄色とかピンクっていう感じではないのかなって私は思ったので、なんとなく似た感じの仕上がりにはなるかなっていう風に思いました。ラメ感のないグロスをつけたいっていう方は01番のこのラメなしがおすすめだし、ラメ感が欲しいって方は黄色、あとは黄色は赤のリップとすごい相性がいいみたいで、濃い赤を使ってそれが自分に浮いちゃってても黄色で抑えることができます。パキッとした感じをちょっと柔らかくしてくれる効果があるので、黄色のグロス持ってない方は1本ぐらいは買ってみてもいいんじゃないかなって思います。で、最後このホワイトのカラーなんですけど、前に去年ぐらいにエクセルの8色のパールラメが入ったグロスがあったんですけど、それも今レギュラー化されたのかな、売っててめっちゃ綺麗な色なんですよ。それにすごく似てた。エクセルの方も私買って使ってたんですけど、ちょっと固めのグロスでもうグロスっていう感じ。
しっかり塗ってる感が欲しい方はそっちの方がおすすめかなって思います。でも塗り心地がちょっとサラサラしてたいとかベタつきが嫌っていう方はこっちのオイルティントの方が本当にサラサラしてて気にならない感じなのでめっちゃおすすめです。保湿もしてくれてるなって思います。気になるものがあればぜひお店に探しに行ってみてください。そんなにどこも全部売り切れてるっていうわけではなさそうだなって思いました。結構ね、いろんなところを見てたんですけど、どこもどれかしらの色は置いてました。白だけ私はちょっと見つけづらかったです。3、4件目ぐらいで見つけました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ちなみに今日ね、久々にカラコンつけてたんですけど、このビーナスアイズボーテのワンデウィンタータイプっていうやつです。なんとなくね、ネイビーっぽいカラーなんですよ。だから一応目元もネイビーカラーのクリームライナーと、あとマスカラでやってみました。ちょっと目元アップ失礼します。ごめんね。こんな感じです。なんか私ね、この色はあんまり似合わなかったです。ロボット感が否めない。まあこういう感じのカラコンでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度。